チャンネル諸島は、フランスのコタンタン半島西方沖合い、英国海峡に浮かぶ島々。英語の発音により、近い表記は、チャンネル諸島ではあるが、日本では、慣例的に、チャンネル諸島と呼ばれることが多い。ジャージー島、ガーアンジー島、オルダニー島、サーク島、ハーム島のご島と付属の島所からなる。フランスでは、ノルマンディ諸島あるいはアングロイコールノルマン諸島と、呼び、 英語をそのまま訳して海峡諸島とも言う。また、ジャージー島から南東にあるマンキエ諸島はジャージー島に属しているが、その近くにあるノルマンディ沖の諸税諸島を結成している小さな島々は地理的にチャンネル諸島に属しているが、フランスの管理下にあるため、イギリス領のチャンネル諸島に組み込まれることはない。イギリスの王室属領であり、外交、 防衛についてはイギリスが責任を負うが、自らの憲法と法律を有していて、連合王国の法律が原則として適用されない。したがって、マンシ島と同様に連合王国には所属しない。フランスに定住したバイキングの狩猟オロロが、フランス王からノルマンディ公爵に任命されるとともに933年にノルマンディ公国の領地に編入された。 1066年のノルマンコンクエストにより、ノルマンディー公ウィリアムがイングランド王となったため、イングランド王の所領となり、1204年にイングランド王とノルマンディー公が分離した時も、イングランド王の領地とされた。1254年には、イングランド王室の個人領地になっている。この状態が現在まで続き、連合王国には所属しないまま、王の私領地として存在している。 オルダニー島以外のジャージー島やガーンジー島の住民はノルマン系フランス人で今なお農村部ではフランス語ノルマン方言を話す。第二次世界大戦では1940年から1945年までドイツ軍に占領された。多数の島民が英本土に避難2000人がドイツ国内の収容所に送り込まれた。1944年6月のノルマンディー。 上陸作戦以降、ドイツ軍は補給を受けられなくなり、島民も極めて苦しい生活に追いやられた。このため、赤十字国際委員会による支援が行われている。5月9日の解放記念日は、ジャージー、ガーンジー地区とも祝日となっている。行政的には、ジャージー大官官活区とガーンジー大官官活区に2分され、各地区はそれぞれエリザベス2世を国家元首とし、 女王名代として副総督が任命されている。またそれぞれ独自の自治議会と政府を有し、英国議会には代表を送っていない。住民は英国の旅券を持つが、表紙には、連合王国ではなく、ブリティッシュアイランズ、ベイラウィック・オブ・ジャージー、またはブリティッシュアイランズ、ベイラウィック・オブ・ゲルンジーと記されている。連合王国ではないため、 英国が欧州連合に加盟している間も欧州連合には加盟していなかった。それぞれのルマン法に由来する独自の法体系を有する。軍事及び外交は英国が担当する。ジャージーの行政区画及びガンジーの、またジャージー島の中心都市セントヘリアなどは観光客も多い。ジャージーとガーンジーの各地区はそれぞれ独自の通貨と郵便切手を発行している。 島内では、イングランド銀行やスコットランド銀行発行の通貨も流通する。ありがとうございます。